長野デザインウィーク善光寺表参道イルミネーションを2年間延長して開催する旨の議案説明があったところです。2018年の事業スタートにあたりまして、私の方から当該事業の委託先団体は展示物の失火により5歳男児が死亡した東京デザインウィーク2016の共催者であることが答弁により明らかになっております。共催とはつまり主催を共同して複数で担っているという意味です。また2社からなる共催各社の代表は同一人物であることも過去の答弁で確認されています。死亡男児の遺族は共催者の一つであるイベント会社と展示物を出品した大学側に対し1億2000万円の損害賠償請求訴訟を起こしています。昨年12月3日大学側とは和解が成立し、遺族は大学側への訴訟は取り下げましたが、共催企業側への訴訟は継続されたままとなっております。訴えの対象であるイベント会社と長野デザインウィーク委託先団体は別法人ではありますが、東京デザインウィークの共催者である点や各々の代表者が兼任されている点、デザインウィークというブランドを引き継いでいる点から、東京デザインウィークおよびその共催2社と長野デザインウィーク事業とは利害関係があります。東京デザインウィークの由来は1986年のデザイナーズサタデーにまで遡り、これは31年連続開催されてきましたが、火災死亡事故が発生した2016年を最後に東京では開催されていません。民事責任が係争中であり、東京で開催できなくなったデザインウィークのブランドを長野市で引き継ぐことにどのような意義があるのか、プラスとマイナス両面の評価を示してください。長野デザインウィークはジャパンデザインウィークの枠組みを活用して、調査によりましても9割以上の方が満足と答えられ、地域活性化に一定の成果を得られたものと考えており、マイナス面は特になかったものと考えております。から長野デザインウィークにつきましてはですね、民事事件が係争中であるということを指摘させていただきまして、そのブランドを引き継ぐことにどのような意義があるかについて評価を求めました。お話しいただいたのは来場者の、アンケートの満足度調査だと思うんですよね。だからイベントの印象ではなくて、その死亡火災事故を起こしたブランドを長野市が引き継ぐことにおいて当然評価はされているはずですので、それをお聞かせいただきたいという意味です。質問の取り違いがあったようですので、もう一度お聞きいたします。まずこの東京デザインウィーク引き継ぐ意義ということでございますけれども、この件に関しましては本市の顧問弁護士に相談したところ、全く問題ないという見解をいただいております。